ということで今回もやっていきたいと思います。さあ今回はまた新しく増えたクエストをやっていくんだけども、黒く燃える炎の影に空泣きの脅威も去り、平穏なはずの毎日だが、ハリアは何やら浮かない顔をしている。霧立神社にハリアに話を聞いてみよう。霧立神社は未来のよね。よし、やっていくか。久々やね、その格好で会うの。ねえ、坂見くんどうしたの？なんだか怖い顔してるけど。へへ。なんだよ、ハリア。困ったことがあったら俺たちに言えよな。そこはカチンとくる。お前はいつもいつも、俺の名を呼ぶなど慣れ慣れしいぞ。ん？坂見くん何かあったの？実は空泣きが消えたにもかかわらず、この辺りで空泣きウイルスに似た気配を感じてな。え？私も同じような気配を感じているの。だけど空泣きは確かにいなくなったはず。今はまだそこまで大きな脅威ではありません。感じている気配もほんの小さなもの。しかし放っておけば、また姫に危害が及ぶとも限りません。いろいろと探ってみたのだが、俺は妖精剣が関わっていると見ている。そっか。妖精剣が。僕たちも詳しく聞かせてもらった方が良さそうだ。何？またそういう脅威が。事務所の前にいたハリアに話を聞いてみると、この辺りで空泣きの勇気を感じるという。空泣きはいなくなったはずなのに。どうやら妖精剣が関係あるようだ。どういうことなんや。はあ。いいだろう。だがそれを話すには、まずお前のあしら五円丸を見せてみろ。うん。わかった。ん？思いっきりモヤモヤが。これって、空泣きウイルスじゃないのか？え？坂見くんどういうことなの？え？かなり昔のことですが、アシュラ号円丸は祀られていた場所から長く失われていたのです。その時にってこと？そしてその間、アシュラ号円丸は空泣きの手に渡っていたと。アシュラ号円丸が？サラナキは自分で妖精剣を集めようとしていたのか？ん？どういうこと？え？あれよね。え？そういう話あったことない？普通にストーリーの中で。違うの？わからんが、洞穴が見つけた時には、サラナキの妖剣にした呪われし剣となっていた。あ、まだ人間っていうか鬼族、普通の鬼族の時に集めた剣。その時には別にこもってなかったんか、こういうの。鬼族の力を用いて浄化したはずだったが、その容器がまだ残っていたか、もしくは、アシュラ召喚できるのかな。本人に聞いてみれば何かわかるかもしれない。憑依、アシュラ。我に力を。そんなの憑依させて大丈夫？話は聞かせてもらったぜ。鬼族のアンちゃんの言ってる通りだ。いや、なんかすげえ神魔妖怪みたいになっているけど大丈夫？このアシュラゴーエマルはさらなく持っていた。ほんの一時期だけどな。アシュラ、大丈夫なの？おうや、この程度の勇気なら抑えられるさ。だがこれ以上強くなったら、わかんねえな。そんな。私たちに何か方法はないの？ここから広がられても困るよね。黒い炎。あれだな。炎には水とか。え？ちょっと。単純すぎるでしょ。いいね。水か。そういえば、妖魔界に伝わる聖なる源水なら可能性はあるぜ。そうなの？それってどこにあるの？あ、ゲームのコレクション、封印されし原水の神器に入ってるのがその水のはずだ。でもゲームのやつ、コレクションに触ると怒るんだよな。でも一大事やん。ま、緊急事態だ。勝手に借りてっても大丈夫だろ。勝手になんやね。だがゲームのやつ、コレクションはどっかに大事にしまったからな。昔や、野暮用でちょろっと拝借したんだが、さてどこに置いてあったかね。確か、宝剣殿のどこかの、2匹の蛇を超えたゲームの大岩のあたりだったはず。冒険で2匹の蛇を超えた玄武の大岩。何それ、全然思い浮かばんねえけど。よろしくな。そういうことで頼んだぜ、お前さんたち。人ごとだな。鬼族の力でも完全には浄化できなかった。行ってみるしかないでしょう。そうね。原水の神器を探しに冒険殿へ行ってみましょう。黒く燃える炎の影に発生クエストを進めてみよう。2匹の蛇。あ、あれか？大岩。ぽくない？これやったら大岩やん。え、どうなん？あ、これ？玄武岩を手に入れた。なんやろ、玄武岩って。お。あ、これであっとんや。
なんかお宝っぽいの見つけたけどさ、もしかしてこれが原水の神器？これどう見てもただの水鉄砲だよね。全然神器とかじゃないよね。他にお宝らしいものはないし、これみたいだな。本当にこんなんで空泣きウイルスは消えるのか？いやでも、秋のりが言いよった感じでは、炎には水やけん。物は試しよ。やってみましょう。どう？剣舞岩で妖精剣に水をかけた。何にも。いけそうだ。やった。これで無事に浄化が。何？できる？なんかより強力になった感。え？ん？洞穴？何？そんな、あしら五円丸から洞穴先生が。いやいやいや、そんなっていうか、死んだやん。何？え？まさか。洞穴なのか？女郎熊ごときに騙されるなど、なんたる不覚。いつの話？なんか記憶まで戻っとるけど。我が主を守らねば。扉。何だったんだ今の。確かに洞穴だったよな。なになになに。ふん、ただの幻だろう。あしら五円丸も浄化されたし、もうここに用はない。いや扉。待って、本当に洞穴先生かもしれないよ。坂見くん、お願い、扉の先確かめてみようよ。しかし何が起こるかわかりません。あなたにもしものことがあったら。なんか見たことない色の扉やね、また。それでも、行きたいとおっしゃるんですね。わかりました。その代わり条件があります。扉の先では私の後についてきてください。うん。ありがとう、坂見くん。洞穴を追いかけてみよう。じゃあこの先では、エスコートしてくれるんやね。謎の扉から不思議な容器を感じる。扉を開いてその先に進みますか。はい、もちろん。本物なんかな、洞穴。ハテナついとったけど。洞穴。ここは双剣山。あれは洞穴か。洞穴先生、近くに行ってみましょう。視点同時を動かすんや。追い詰めたぞ、人間どもめ。我が主のために。妖精剣を手に入れなければ。何？なんか取り憑かれてるの？ん？増えた。消えたぞ。んで、あっちに別の洞穴が。洞穴先生が3人も。どうなってるんだ？わからないけど、ひとまず話しかけてみる。とりあえず、びっくりマークがついてるやつでいいんかな。あやつらめ、逃したか。朱雀蒼天山、必ず奪ってやる。謎の扉から不思議な容器を感じ、進みます。なんか扉小さくなった。視点同時やけんかな。ここは商店街か。ここにも洞穴がいるな。追いかけてみるか。あ、商店街の奥の方に何かあるみたい。てかあれ、秋のりじゃない？え、これそうよね。ほら、秋のり。お、今度は商店街か？でもいつもの商店街じゃなそうだな。あ、普通に一緒におる秋のりか。まあ、多分裏世界とかそういう感じなんやろうね。ん？桜プリンテス、プリンテス、プリンセスコンテスト。さっきから何？その場所その場所での過去？ってこと？あの鬼桜の輝き。間違いなく姫はこの近くにいる。とはいえ、このような見せ物に来るなど、我が主は一体何をお考えなのだ。お、でもって洞穴にはこっちの姿が見えてないっぽいよね。これは洞穴の記憶をたどりよるってこと？え、なんかめっちゃ切ない感じなんやけど大丈夫？なんなんやろ。記憶をたどった先に何があるの？ここは体育館？なんでジョロウグモの糸が。でもジョロウグモはいないみたいだな。ほんとや、おらん。で？
あのジョローグモの糸、ゲーム法廷譜なら切れるはず。なんとしてもハリア様をお助けすれば。そっか、この後ゲーム法廷譜を取りに行ったんやっけ。あ、どんどん進んでいく。この場所、まさか。これは何、どこ、なんかよくわからんけど、どこなんこれ。この場所って確か洞穴先生が最後に、もしかしてここが終着点なのか。あ、そういうこと。あ、未来の、え、ちょっとゾワッとした。ここは桜木ヒルズか。嫌な妖気が充満してるぜ。え、洞穴先生なんだか苦しそう。やっぱり私たちのことは見えてないみたいだね。なんかね、音楽も相まってめちゃくちゃ悲しい感じなんやけど、また最後を見ないといけないの、洞穴の。四天童子様、我ら鬼族の悲願を必ず。我が主のためならこの命など。あ、またん、この先って何、ここ最後のとこなんじゃなかった。謎の扉から凄まじい容器。何何何、どこに行くの。神魔洞穴が現れた。よしよし、来い、バトルスタート。とりあえずもう早速溜まっているであろう夏目、はい来い。鬼姫覚醒、我が鬼の力。洞穴、天候鬼桜、どうやからのオロチグレーとか、ヤマタのオロチ、そしてどこ行った、キュービ、グレン地獄、主天童子グレーとかからの鬼しぐれ。あ、グッドのところで止めてしまった。くっ、いくよ、よし来い。誰、誰かやられた。ちょっと待って、あー、ちょせっかく、せっかく溜まったのに、どういうことやねん。ちょっと復活しよう、トーマ復活しよう。ほら、よし、あ、さすらい玉がどっかに出たっぽいけど、どこさすらい玉。ない、ないよ。ちょっととりあえずメンバー交代しとこう。さっき活躍できんかったトーマ、はい、アシュラ、アシュラ、うん、よし来い、応援覇王陣。なんか普通にかわされてない。メンバー交代、秋のり、よし来い、厳重召喚。ダメージを与えるのも大事なんやけどな、回復も大事よね。キリン回復して、転移無法の息吹。ちょっと待って、最悪、最悪やん。回復する前にみんなやられるっていうね。え、ちょっと待って、苦い漢方、主天童子、はい、そしてメンバー交代、ケイタ、よし行くぜ。みんな友達召喚、ケン、お、真の必殺ケージが溜まった。けお、四天童子、はい。グレートか。そして、鬼しぐれ。ちょっと待って、とりあえず次。メンバー交代で、真。よし、これで。推進召喚、タイム
魔鉱山お待ちしております。まだ半分もいってないよね。強すぎじゃないですかね。はい、トーマおいで。脅威召喚。あーどうしよう。白虎。どれが効くんかがよくわからんね。とりあえずこれで。テイ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 。どやどやあー、こっちの方が効くか。X の方が効くね。龍馬竹林の術。いけ。おっと、怖い。今この格好の間に。あー、あと1回ぐらいいけるかと思ったけど、いけんかったか、くそ。はい、あとは、メンバー交代、四天童子がいける。四天童子、はい。本気を見せてやる。もうで、おめしぐれ。はい、回復回復。回復回復。超刀狩り。あ、全然。あ、ちょっと危ない。もうちょっとで溜まるはず。あ、まだか。はい、友達召喚レイ。ほい。危ねえ。そしてオロチグレイとか。そして怖い、ヤマタのオロチ。ててなんもできてない気がする。ちょ待って、メンバー交代。次夏目がいけるかな。持ち物苦い漢方。はい、四天童子も復活。恐ろしいよ。指グレーとかフレンチ獄ヘイ。あ、キュービーが、キュービーがやられ、つらい、つらすぎる。そしてまたすぐに復活。やめてください。あ、夏目待って、鬼姫覚醒。セフォン鬼桜。うん、スイート。で、あとはメンバー交代が、青龍、青龍と四天童子交代。ここで青龍シャドウサイド。ちょ、ここギリギリすぎ。はい、神なるサイド。はい、怖い怖い怖い。大波の術。全然大波じゃねえ。全然大波じゃねえ。はい、消えた。怖いよ。トーマもうちょっとでいけそう。ちょ待って、まだ交代戦でも大丈夫やる。全然。それよりも妖怪たちが、キュービーの方を回復しとこう。早くたまれー。交代にクールタイムが終了してやる。あ、ちょっと待って、危ない。よし、ヒョイ召喚。ヒョイアスラ。よっしゃ、行くぜ。豪炎覇王陣。行くぜ。こっちの方がいいかな。あ、ちょっと避けないでくれ。いや、違うな。ワイデの攻撃の方がいいか。あ、やっぱり憑依してた時すげえな、力。一気にって感じやね。はい、秋のり交代。人間の方が耐えてるような感じがするぞ。幻獣召喚。はい、僧侶。いけ。天輪消滅波。これは交代クールタイム終了。シン、ケータの方ちょっと先に。体力があるから持ち物はまだか。友達召喚戦、これでいけるんじゃない。いけない、まだ。いけ。
全然やん。全然っていうか何か聞きました？はい、夏目。しかし夏目まだないよね。ちょ待って。あ、怖い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 。怖いよ。交代クールタイム終了。はい。ふみちゃん、シン、ふみちゃん。で、持ち物で、とりあえずこれふみちゃんが死んだらもうおしまいってことになってしまうけん。不動明王防衛、はい。復活してもらって、これで、友達召喚、レイ。キャー、まだ。まだなの。辛いんですけど。不快漢方キュービ、はい。とりあえずちょっとみんな、あー、ダメだ。元気水筒、元気じゃない、陽気水筒。交代クールタイム終了。はい、入れ替えが激しい。はい、シーン、随心召喚、これでいけるんじゃねえの。どうよ、タイマゴーザン。キャー、まだなのか。シーン、お、あー、やったー、ボーイやるね。ふう、めっちゃ長かったやん、やば。道決ちょっと本編でもそんだけ強くあってよ、仲間の時に。怖すぎなんだけど、しかもあんだけ戦って銀のこけしだけ、つら。今だ、玄武岩を使うんだ。ここに？なぜ？すげえ弱いけど大丈夫。玄武岩で道決に水をかけた。あ、そっか、でも浄化されるんか。え、でも浄化されてんのなんて。凍結はしんどいよね。え、過去を変えれるとかそういう。元に戻ったのか。どうなの？こっちの姿見えとん？ん？凍結先生！え、どっか行くんですけど。え、どこ行った？どこ行ったの今度は。追いかけるのこれ。行っちゃったね。でも、空泣きウイルスは浄化されたはず。追いかけましょう。お待ちください、姫。ここから先は私一人で行かせてください。え？でも。確かめたいのです。あれが本当に凍結なのか。それとも、凍結を手にかけた俺に、空泣きウイルスが見せているまやかしなのかを。坂見くん。うん。わかった。でも気をつけて行ってきてね。話できるの？凍結。行くぜ。謎の扉から不思議な容器を感じる。扉を開いてその先に進みますか。不思議な容器。まあ不思議よね。しんどるしね。ん？あ、見えとる。酒呑童子様。凍結なのか。会話しよう。はい。え？今となってはここも懐かしい場所ですね。しかも懐かしいって言うってことは今の凍結ってことは普通に。そうだな。妖精剣を集め、姫を覚醒させる。そのために人間界にやってきたのも、随分昔のことのようですね。ああ。偽りの伝承だったかな。妖精剣を集めて復活したのは空泣きだった。とんだ皮肉だな。だが結果として姫も覚醒し、空泣きは撃たれ、空に消えていった。これからどうするおつもりですか？そうだな。また新しい力を探してみるか。鬼族の復興と妖魔界の支配は必ず果たしてみせる。ええ。我ら鬼族の悲願、頼みましたよ。やっぱ幽霊的な感じなんかな。お前はどうするんだ？はい。我が主に全てを託したのです。もうこれ以上心残りなどありません。成仏する。私に取り付いた空泣きウイルスもなくなり、あとはここで静かに待つのみです。ここで消えるということ？お前は有能な手駒だったからな。言い方。我らの悲願達成のためには、お前の力が必要だ。だから。え？一緒に来れるの？
戻ってこい凍結。え？復活？ん？ここは？帰ってきたぞ。凍結先生は。あ、来た。遅いぞ、凍結。ただいま、戻りました。我が主よ。凍結先生。あの時、私をかばったせいで、ごめんなさい。どういう理屈で復活なんやろ、はい。姫がご無事ならそれで良いのです。私の使命を果たしたまで。私もアリスと共に、今後はあなたを見守りましょう。え？凍結が友達妖怪になった。凍結！マジか。復活だけじゃなく、凍結の妖怪アークを大切にしまい込んだ。感動の再会や。姫って呼ぶのはやめてほしいけど、これからもよろしくね、凍結先生。めっちゃよかったやん。そうだな。お前たちの先生としてもな。しかし、私がいない間に色々あったようだが、お前たち夏休みの宿題終わってるのか？先生はちゃんとするんやね。俺の分は任せたぞ、凍結。ずるそのためにお前を呼び戻したんだからな。違うやろ。秋のりが。黒く燃える炎の影にバッチリ解決。このクエストめっちゃ良かった。超難しかったけど超良かった。まさか復活するとは。そういう要望が多かったとかかな。嬉しいね。空の日が見せたまやかしかと思ったが、まさか凍結が戻ってくるとはな。せいぜい俺の手駒として目いっぱい使ってやるさ、これからもな。ま、でも平和になったけんね。ああ。あの時、私が完全に神魔となる前に、我が主が空泣きウイルスを打ち払ってくださった。炎に包まれて、私の体は消滅したが、魂が空泣きウイルスに飲み込まれることはなかった。このまま消えるのも悪くないと思ったが、その時アシュラの声が聞こえたのだ。そして気づくと私の意識はアシュラ号エンマルにあった。おそらくアシュラに守られたのだろうな。あ、じゃあ最初からもう、凍結を復活させに行くつもりやったってことか、ゴーエンマルは。なるほど。ぼんやりとだが、アシュラゴーエンマルを通して、世界が動いていく様を見ていた。妖精剣をすべてそれ、復活した空泣きを撃ったのか。お前たちがまさかここまでやるとはな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でも多分あれなんやろ、マシンマから元の洞窟に戻ったっていうのもあるけど、仲間になった途端に普通に弱くなっとんやろ。つら。